こんにちは、キョンです。松本清さんで売ってるチョコレート菓子で198円のシリーズが売ってるんですよ。一通り気になって買ってきました。ですね、一口チョコレート、クッキーショコラ、ピーナッツチョコレート、期間限定の口どけショコラで、袋にMK って書いてあるんですよ。 MK 調べたんですけども、松本清の略みたいで、プライベートブランドみたいですね。もう正直言っちゃいますと、もう全部開いてます。開いて食べてます。いつ取ろうかなと思っててサクサク食べてます。で、今日は残ったやつで紹介していきたいと思います。どんなチョコレートかっていうと、まず一口チョコですね。一口チョコレート、こういう風に入ってます。一つずつ食べた感じですと、まあチョコですね。ミルクチョコじゃないですね。ミルクチョコじゃなくて、まあチョコはチョコなんですけども、少しイメージとしてちょっと違ったかなっていう感じですね。まあ美味しいですよ。こういうチョコレートの一番美味しいアレンジで、チョコ餅は一番美味しいです。角切りのお餅にこのチョコレートを乗せてレンジでチンすると、ちょうど餅も焼けてチョコレートも溶けて、それをこうくるんで食べるとめちゃくちゃ美味しいです。いらない情報です。ピーナッツチョコレート、ありかな。写真にもあるようにピーナッツがゴロゴロ入ってます。袋はこんな感じですね。中は見えません。で、開けるとこういうチョコレートです。ゴロゴロ入ってます。食べます。断面図わかるかな。本当にピーナッツがゴロゴロ入ってます。一口チョコと違って少し甘いのかな。チョコレート自体はそう感じますね。ピーナッツがいっぱい入ってるので、結構ピーナッツの風味を味わえます。いや、個人的に一番おすすめはクッキーショコラですね。写真でもわかるように、こういう風にチョコレートの中にクッキー生地が入ってます。こちらは青ですね。青の袋に入ってまして、こういうチョコレートですね。で、食べます。いただきます。ちょっとわかりにくいな。細かく砕かれたクッキーがチョコレートの中に入ってるんですよ。で、またこれもチョコの味が違って、さっきのピーナッツよりは格段に甘く感じますね。個人的にものすごく好きな味です。で、普通のチョコレートと違って、硬くないので、もうどんどん噛んじゃいますね。もう噛んで食べるようなチョコレートです。これは一番おすすめですね。最後に期間限定の口どけショコラ、四角いチョコレートにココアパウダーが振りかけてあります。これですね、黄色のパッケージ。中はですね、本当にこういう感じのチョコレートですね。いただきます。このチョコレートも甘さが違って、ショコラよりは少し違いますね。甘さで言うと個人的にはクッキーショコラの方が甘いような感じますね。甘いチョコっていうかミルクチョコに近い感じですね。で、口どけ、先ほどの口どけショコラですと、まあ、ココアパウダーが振りかけてあるので、まあ、ココアの風味というか、まあ、味がするのかなって思いますね。一番最初に紹介した一口チョコとはまた別の味ですね。というわけで、MK 松本清さんの、まあ、プライベートブランドですね、のお菓子を紹介いたしました。そうですね、あれば、まあ、うちのところで198円だったので、まあもしチョコが好き、お菓子好きの人は食べ比べてみてもいいと思います。まあ、各メーカーの食べ比べてもいいんですけども、まあこういうプライベートブランドを食べ比べるっていうのも結構面白いと思いますね。以上です。